いろんなバトルを見せてくれよな、宇宙の殺し屋ターレス。本当に悟空にそっくりだぞ。オッケー。悟空に瓜二つのサイヤ人ターレス、惑星のエネルギーを吸い尽くすという新生児の力を使い地球を滅ぼそうとする。果たして悟空たちは地球を救い平和を取り戻せるのであろうか。まあ、正直この辺の映画が一番好きかな。ターレス、ターレスは好きだな。カカロット、俺にひざまずいて詫びるなら、お前のガキと一緒に仲間にしてやってもいいぞ。悪い野沢雅子がかっこいいんだな。タロは、俺は孫悟空だ。新生樹の実を食べ続けてきたこの俺に勝てると思うのか。お前のパワーとは天と地ほどの差があるんだ。やってみなきゃわかんねえ。これターレスのボイス付きのカルタが欲しいですよ。本当に赤子の時頭打っていいがったと思ってんぞ。おめえみてえになんなくて済んだのかんな。マジか。このまま消すわけにはいかねえ。戦闘力、そのまま。なんだこいつは。戦闘力がどんどん跳ね上がっていく。ああ、いいなとこ行くねん。少しは聞いたぜ。このセリフがブロリーの映画で聞いてくるとかな。俺の勝ちだな。めっちゃガチャ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 動画で。うるせえ。悟空、元気だな。それしかねえみてえだな。大地よ、海よ、空よ、今こん時この世で息づいて全てのみんな、このオーラに元気をあげてくれ。みんなのために、地球のために元気を頼む。だが、あったけ。1回目の元気玉効かなかったとか走られてんだ。なんだこれは。もう新生樹だからね。新生樹から木を集めている。丁重にお断りする。カカロット、サイヤ人の使いをしねえ。オラカカロットじゃねえ、孫悟空だ。俺の勝ちだな。千なぎり者のカカロットのガキ、少しは連れて行こうとした俺が柄にもなく甘かったんだ。
つい。ヌンチャクが吹っ飛んだ。危ねえ。少しは効いたぜ。どうだ、カコルカと。ひざまずいて命乞いをしろ。アリス、おめえだけは許さねえ。わしねえ。ほら勝ったみてえだな。みんなありがとな。そのセリフはしろ。銃を気ままにさせるって好きな方針をぶっ壊し、うまいものを食い、うまい先に酔う。こんな楽しい生活はないぜ。一番好きなキャラターレスにしよう。今決めた。